ゆずちゃんでございます。今回はですね、コメントが来ておりますんでね、お答えしていきたいと思います。久しぶりにこの体勢でやるんですけど、ゆずちゃん相変わらずですね、私のところでこうおねんねするのはもう大好きですから、もうべったりしてるわけですね。体重を思いっきり私の方に乗っけておりますさあゆずちゃん、ちょっと待ってね、はい、起き上がってね、はい、はい、さあコメントこちらでございます。はい、ということでね、ダックスくんが男の子ですね、ガムだとかおもちゃをこう取ろうとするとうなったりとか本気ガミをしてくる、どうすればいいかとね、そのせいで大怪我もしちゃってるということでございますけど、じゃあお答えしていきたいと思います。まず私の感想でございます。これはまずい、まずいね、始終関係にちょっとひびが生えてるんじゃないかなと思いますね。はい、なのでまずはですね、これちょっとカエルさん考え方を変えていただきたいんですけども、ワンちゃんですね、多分最初からこの状態じゃなかったと思います。おもちゃで遊び始めてからずーっと噛み続けてきたわけじゃないと思いますね。うなったりとか気づいた時にはもうすでになんかこういう状態だったと思います。はいね、それは原因としましては、一緒に遊ぶのはいいんですよ、楽しい。ただ遊び方ちょっと細かな部分をカエルさんやらかしてしまうと、ワンちゃんの飼い主への見方っていうのがやはり変わってきます。始終関係がちょっと崩れる見方になってきます。はい、ここを修正していただくと、まあ徐々に治っていきます。はいね、でまずですね、ですね、まあ、もうちょっと理解していただきたいんですが、要は頼れるボス、リーダーが、下の子、まあ、ワンちゃんですね、にご飯をあげたりとかしますね。おやつをあげたりとか、まあ、こういうおもちゃをあげたりとかしますね。はい。で、このワンちゃんたちは、あ、頼れるリーダーからこんな面白いの、こんな美味しいの、ね、こんなご褒美くれたっていうのはですね、しっかり記憶づくわけです。ね。ただ、ワンちゃんのこの縦社会の中で逆はありえません。ありえません。逆はない。ね。ボスがワンちゃんの美味しいおやつを奪ったりとか、取ったりとか、取り上げたりとかね、ご飯を取り上げたりとか、おもちゃを取り上げたりとかっていうのはありえません。ワンちゃんのその縦社会の始終関係のね、始終関係の常識の中ではありえないんです。ね。そのありえないことをしちゃっているので、ワンちゃんとしては、あれ、なんで僕のの取るのっていう状態が続いてって、それがもう習慣化してきた時には、もう気づいた時にはもう俺の取るなっていうような状況になってきてるわけですね。もう見方が変わっちゃってる、はい、わけですね、はい、だからこれは今回関しては遊び方っていうのは、まあ遊び方っていうか、まあ一緒に楽しく遊ぶまではいいんですけど、その細かな部分を直すわけですね。じゃあどうやって直すかということなんですが、今日でちょっとね、実践でお見せしたいんだけど、お見せしたいんですけど、このゆずちゃん気まぐれでね、おもちゃを今日遊ぶモードじゃないんですよ。これはね、大体一緒に暮らしていくとね、あ、今日は遊ぶなとか、今日遊ばんなって、こう感覚で分かってくるんですけど、今日遊ばないなっていう感覚なんですよ。だから、お店がなかなかできないと思うんですね。全く興味ないんですよ、これ。ゆずちゃんの大好きなものなんですけど、ほんと興味がないですね。ボールもあるんですけど、よいしょ、ボールもあるんですけど、こう食いつきはいいんですよ、食いつきは。食いつきはいいんですけど、はい。はい。こんな風にですね、やめちゃうんですよなのでまた後日ちょっとどっかでね、お見せできたら、その本番みたいなやつが実際動画で見れ、お見せできれば、お見せしたいと思うんですけど、今日はじゃあちょっとやり方だけなんですが、ゆうちゃんちょっとこっち来てこっち来て、今日はモードじゃないんだけどさ、ちょっと仕方ないんだけど、ちょっといいですか、協力してください、もうちょっとだけね、ご褒美あげる OK ね、ですね、
例えばこれおもちゃ、まあこれが大きさとか形とかまあ何でもいいんですよ、何でもいいんです。でこうやってうーうーってこう噛んでるわけですよ、むしゃ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 とね。でそれを取り上げるというか、まあ取ろうとするときはですね、ワンちゃん自らがパッとこうワンちゃんの意思で離したら取ってください。ここが重要なんです。この細かな部分が重要なんですよ。こう、こう、ってなってる、こう、ってなってる時にこう、話しなさい、話しなさい、こう、ってなってる時に話しなさいってパッとこう取り上げちゃう。これね、これがいけない。これはダメ。これはワンちゃんの世界ではないですね。ってなってる時に、ゆずちゃん話して、話して、話して、話してって時に、ワンちゃんの意思でパッと離したらゆっくり取ります。これがとても重要です。これのこんなちょっとの違いでワンちゃんの見方っていうのは全く別に変わってきます。ひびが生えたりとかします。はい、たったこれだけのことです。これだけたったこれだけのことでワンちゃんの見方っていうのは本当に変わりますね。でここで気をつけていただきたいのは、こうなってる時に、飼い主さん力入れないでください。こっちのね、私のこっちの手、こっちの手、左手。左手。まあ、これちょっとワンちゃんの顔だとして、うーってやってますね。うわーってやってる時に、こう持って、持つんですね。持った時引っ張りません。全然力入れません。こう、ちょっと持って、はい。ゆずちゃん、離して、離して、離して、ゆうちゃん離して離して、圧をかけてもらってもいいです。離しなさいっていう圧をかけてもらってもいいです。離して離してって、で離してって、で離して、ここ勝負ですよ。飼い主さんとそのワンちゃんの要は忍耐勝負ですね。離しなさい離しなさい離しな、ここでもう本当時間をかけてくださいね。ワンちゃんの意思でパッと離すまで時間をかけてずっと忍耐ですね。もうどっちが先に諦めるかの勝負です。ね。離して、離して、離して、離してって、パッと離した時に、ゆっくり取ります。で、ゆっくり取る時にまた反応してバッと頑張って、こうなったら、ね。離してる時にグッと来たら、また同じようにやります。離して、離して、ゆずちゃん離しなさい。離して。ずっと、ずっとやります。離しなさい。ちょうだい、まあちょうだいでも話してるんで、どっちでもいいです。もらう言葉を言ってくださいね。話して話して、でワンちゃんの意思でパッと話してゆっくり成功したらすかさず褒めてください。そうお利口、そういうことだ、よし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 、ゆずちゃんお利口、そう褒めてあげてくださいね。たくさん褒めてください。はい、これで終わり、じゃあ終わりだよ、おもちゃは終わりだよっていうのを教えないといけないね。これが、まあ、ワンちゃんからその ワンちゃんの意思でね、ワンちゃんの意思で話すのと飼い主がこう取り上げるの全然意味が違ってきます。もう見方も変わりますね。次これで遊びたいっていう気持ちとかじゃなくて、あのこれ奪われるから、私の大好きなおもちゃ奪われるから、もう何があっても離さないっていう意識になるか、あ、飼い主さんが欲しいからまたね、話素直に話してたらご褒美もくれるし、撫でてもくれるし、また遊んでくれるっていう風に変わるかの違いです、ね、たったこれだけのことで、信頼関係、主従関係っていうのもやっぱり崩れたりします、ね、ボスがやらないことをやっちゃってるわけですから、はい、ご参考になりましたでしょうかね。たったこれだけです。ね。これを意識して、ちゃんとやってあげてください。ね。はい。ね、あとはなるべく最後、なるべく、おもちゃを遊ぶときは、一人でこうやって遊ばせるんじゃなくて、一緒に遊んでください。ね。一緒に引っ張り合いっこしたりとか、一緒に遊んであげてください。ね。いつも一人でこのおもちゃに遊んでて、それを取り上げるっていうのは一番最悪な状況ですからね。はい、いいですか。ですからしっかりと一緒に遊んで終わるときは離して離して、ゆうちゃん離して、で離したら
よし、よりいこう、今日はもうおしまいって片付けてください。ワンちゃんのワンちゃんの目に届かないところに片付けてください。いいですか。その辺にポッとほかっとけ、ほかっとかないね。はい、これで終わりですね。この違い、ちょっとしたこの違いでだいぶ変わります。ぜひ試してみてください。では次回もぜひご覧ください。バイバイ。バイバイ。